中田博樹君。こんばんは。会派沖縄自民党中田でございます。通告に従い所見を述べながら一般質問を行います。まず最初に知事の政治姿勢について、括弧1、国政のリーダーについて、去る8月29日突然の安倍総理辞任のニュースをマスコミ各社が一斉に報じました。玉城知事もコメントを出しておりますが、県内漁師の記事に目を通しますと、基地問題に対する批判ばかりが目立ってしまい、知事の正当な批判が分かりづらいとの声が寄せられております。9月14日の自民党総裁選挙で、菅官房長官が新総裁に選ばれ、16日の臨時国会で首班指名選挙を経て、菅新総理が誕生いたしました。このような国政の人事の中、本県においての大きな課題は、国難とされる新型コロナ禍や基地問題、リーディング産業である観光関連企業の立て直しという経済再生と同時に、基地問題等への対応対策が差し迫っていることであります。そこでお聞きします。知事、7年8ヶ月にわたり、長きにわたり、我が国のリーダーとして政治を担い、これまで沖縄振興に大きく寄与してきた安倍政権の評価をお聞きしたい。E、菅総理総裁が誕生いたしました。知事は新総理に対してどのようなことを望むか、また前官房長官としての評価も合わせて伺いたい。括弧2、沖縄振興特別措置法について、令和4年3月末をもって、沖縄振興沖振法の期限10年が終了し、執行します。実際は令和3年の1月に始まる通常国会で、延長の是非が議論されると聞いております。政府提出の確保であれば、令和3年の12月、これからあと1年3ヶ月後に原案としてまとまってなければなりません。県は早めに独自の草案をまとめ、内閣府との調整を推し進める必要があります。そこで伺います。沖振法にとって現在内閣府との調整状況と法案としてのどの程度まとまっているかお聞かせください。E、本県への沖振法が果たしてきた役割は大きく、県民が等しく理解しているところであります。万難を排して沖振法に取り組む知事の決意を伺いたい。括弧3、鉄軌道について、戦後沖縄県の交通網は、道路建設と開発による車社会の中で大きく発展してきました。現状として自家用車両等の増加で、利便性が確保された反面、交通渋滞という慢性化した利点欠点ともに指摘されております。さらなる沖縄振興発展を目指し、鉄軌道の導入構想が進められておりますが、実現しますと、沖縄の経済や物流、生活等に画期的な変化をもたらすものと期待されております。そこで質問します。これまで鉄軌道の調査が行われているが、過去何回実施されているか伺いたい。E、先般内閣府より鉄軌道調査報告が行われておりますが、内容についてお聞きしたい。U、鉄軌道の導入について、県の検討状況について伺いたい。2、新型コロナ関連について、括弧1、医療機関支援について、
国や県においては新型コロナ感染者は第1波第2波の拡大が若干ピークを過ぎ小康状態が続いており収束に向かっているとの意見もあります。しかし世界的では感染者がいよいよ3000万人を超え、その増加率も注目され、死者も100万人超えたとの報道は無視できません。本県ではこれまでの経験を生かして第3波第4波に備え、感染拡大を抑え込むには医療機関体制のさらなる充実強化を図る必要があると考えております。残念ながら感染拡大防止に向け医療現場での使命感を持って頑張っている機関団体の経営悪化が深刻化し、緊急財政支援等の要請要望等が多く寄せられております。そこでお聞きします。二次補正での対応の中で新型コロナ緊急包括支援交付金の増額と対象拡大とありますが、内容を伺いたい。 E、 新規事業メニューが追加されていますが、どのような事業か具体的に教えていただきたい。 U、 本件の該当する医療機関従事者および対策等への交付額と交付状況をお聞かせください。括弧2、県経済の影響について。 A、 今年2月、新型コロナ初感染者の確認から今日までの県経済の損失が昨年と比較してどの程度か伺いたい。 E、 観光関連産業に高く依存している県経済はアフターコロナを視野に、コロナ禍による大きな損害をどのように立て直していくのか、当局の見解を伺いたい。3、中城湾湖新興地区東埠頭を活用した実証実験について、当初県である本県においては海上物流が果たしてきた役割は大きく重要であることは言うまでもありません。その海上物流を支えるのが港湾施設であり、県はこれまで均衡ある県との発展を目指し各港湾の整備を実施してきました。県の重点戦略の中で那覇港は国際流通港湾として臨空臨海型産業集積を掲げ、一方中城湾新興地区は産業支援港湾としてものづくり産業立地として位置づけられております。そこで伺います。括弧1、京阪航路の実証実験について。あ、実証実験の目的と概要、そして成果と評価について伺いたい。 E、 うるま市と沖縄市で組織される中城湾港開発推進協議会や立地企業からなる新興地区協議会などと県や国の関係部局との連携は図られているか伺いたい。括弧2、中城湾港新興地区モータープール使用者募集について。あ、去る9月3日に選定された企業は新興地区の活性化にどのように寄与すると考えているか伺いたい。 E、 モータープールの活用と京阪航路の実証実験は相関関係が見込まれているか、また新興地区に進出してきた自動車関連の支援になっているか伺いたい。括弧3、物流貨物定着促進について。あ、定期航路拡充による物流貨物定着促進について県の見解を伺いたい。 E、新興地区の企業バックアップに資するため、昨年同様物流貨物輸送費補助事業を再開する必要があると思うが、県の考えを伺いたい。4、教育問題について。学校現場では新型コロナ禍による緊急事態宣言で県内小中高校が臨時休校となり、従来の授業時間数が確保できず学業の遅れが指摘されております。県の対応をお聞きしたい。括弧2、全国的に
来年高校に進学する生徒たちの選抜試験もコロナ禍の影響で出題範囲を縮小すべきとの意見もあります。教育長の見解を伺いたい。答弁によっては再質問を行います。知事玉城デニー君。中田博樹議員のご質問にお答えいたします。知事の政治姿勢についてのご質問の中の1の括弧2の E、 沖縄振興特別措置法の延長に向けた決意についてお答えいたします。沖縄県は今年3月に沖縄21世紀ビジョン基本計画等総点検報告書を取りまとめ、今後も沖縄振興特別措置法に基づく特別措置が必要との方向性を示したところであります。去る8月7日には、私から江藤前沖縄担当大臣をはじめ、関係要路へ沖縄振興特別措置法の延長等の必要性について説明をし、ご理解とご協力を求めたものであります。また、9月19日には、河野新担当大臣に、沖縄が抱えるさまざまな課題の解決に向けて、引き続き協力をお願いするとともに、法の延長を含む要望書を施行したところであります。沖縄振興特別措置法の延長は、新たな沖縄振興計画に基づく各種施策を力強く推進する上で必要と考えておりますので、私が先頭に立ってしっかりと取り組んでまいります。その他のご質問につきましては、部局長から答弁をさせていただきます。知事公室長、金城勝君。1、知事の政治姿勢について、1の括弧1の安倍政権の評価についてお答えいたします。安倍政権においては、沖縄振興予算や各種特例措置の活用による施策展開により、沖縄が目指す民間主導の自立型経済の構築に向けてご支援をいただきました。このことにより、社会資本の整備や観光、情報通信関連産業の成長、教育環境の整備や福祉の向上などが図られていると認識しております。一方、安倍前首相は辺野古新基地建設問題について、昨年の県民投票後に、県民の民意に寄り添うと発言されましたが、その後の政府の姿勢からは、残念ながら、十分にその思いが伝わるものではありませんでした。民主主義の手続きによって行われた県民投票や一連の選挙で繰り返し示されて、ている沖縄県民の思いを真摯に受け止め、県が求める対話による解決に取り組んでいただきたかったと考えております。同じく1の括弧1の E、菅総理への要望、前官房長官としての評価についてお答えをいたします。菅内閣総理大臣におかれましては、総務大臣、内閣官房長官など、政府の要職を歴任され、政策にも精通しているものと認識しております。また、沖縄基地負担軽減担当でいらしたことから、沖縄の実情にも深いご理解をいただいているものと考えており、さらなる沖縄振興と基地負担軽減を進めていただけるものと受け止めております。以上でございます。企画部長、宮城勉君。1、知事の政治姿勢についての括弧2のA、沖縄振興特別措置法に係る国との調整状況についてお答えいたします。国においては、現行の沖縄振興計画の
点検作業を実施しているところであり、県はデータの提供や資料の作成などの協力を行っているところであります。国は10月末ごろに検討結果を取りまとめる予定と聞いており、県はそれに合わせて国に新たな沖縄振興に必要な制度についての提言、中間報告をこのこととしております。中間報告以降は市町村や関係団体等との意見交換を行うとともに、その実現に向け内閣府や関係省庁との調整に着手してまいります。同じく1の括弧3のあ、鉄軌道における過去の調査についてお答えいたします。県においては鉄軌道導入に向けて平成24年度から取り組みを開始し、令和元年度までの8年間調査・検討を行ってきたところです。平成24年度から25年度にかけては、どのようにすれば鉄軌道の導入が可能になるのかという観点から検討を行い、全国新幹線鉄道整備法を参考とした上下分離方式の採用により採算が取れることを確認いたしました。平成26年度から平成29年度にかけては、県民と情報共有を図りながら構想段階における計画案づくりに取り組み、平成30年5月に沖縄鉄軌道の構想段階における計画書を策定しております。平成30年度から令和元年度においては、国から課題として示されている費用便益比について検討を行っております。同じく1の括弧3の E、 内閣府の鉄道調査報告書の内容についてお答えいたします。国においては鉄軌道をはじめとする新たな公共交通システムの導入に関する諸課題について平成24年度より調査を行っております。当該調査では紀州店を糸満、名護としたモデルルートを設定し、一般的な整備手法である施設の整備から運行までを運行事業者が行う上下一体方式を前提とした検討を行っております。令和元年度は最新の開発プロジェクトを反映するとともに、都市モノレール等と同様な補助制度の活用を想定した最新技術車両の導入や、一部区間におけるトンネル工法の変更などのコスト縮減方策等について検討がなされております。その結果、コスト縮減方策を複数組み合わせたケースでは、鉄道の費用便益比は前年度比 0.02 増の 0.71、開業後40年後の累積赤字は1210億円減の2080億円となっております。同じく1の括弧3のう、鉄軌道の導入に向けた県の検討状況についてお答えいたします。県においては昨年度実施した費用便益比にかかる検討の結果、ケースによっては1を超えることを確認したことから、去る8月11日に学識経験者で構成する委員会を開催し、専門的観点から検証を行っていただきました。その結果、算定に用いた前提条件や手法等について、科学的、論理的であると考えられるとの評価をいただいたところです。国と県の調査においては、費用便益比について、前提条件や算定手法に、事業採算性については想定する事業スキームに違いがあることから、結果に差が生じております。県としましては、今後、当該結果をもとに、鉄軌道導入に向けた国との具体的議論を進めていくとともに、シンポジウム開催等の機運醸成に向けた取り組みを行っていくこととしております。以上でございます。保健医療部長、大城玲子さん。新型コロナ関連についてのご質問の中の括弧1のあ、包括支援交付金の内容についてお答えいたします。国の二次補正予算では
新型コロナウイルス感染症の事態の長期化や次なる流行の波に対応するため、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金を抜本的に拡充し、医療提供体制のさらなる整備や感染拡大防止などを推進するため、既存事業の増額分として3000億円、新規事業の追加分として1兆1788億円が増額されております。同じく2の括弧1の E、新規事業の内容についてお答えいたします。新規事業としましては、新型コロナウイルス感染患者専用の病棟を設定する重点医療機関の病床確保支援、重点医療機関等における超音波画像診断装置等の設備整備補助、患者と接する医療従事者等への慰労金の支給、新型コロナウイルス疑い患者受け入れのための救急、周産期、小児医療機関の院内感染防止対策、および医療機関、薬局等における感染拡大防止等の支援の5事業が追加されております。同じく2の括弧1のう、交付額と交付状況についてお答えいたします。補正予算で新たに追加された医療機関や医療従事者等に対する交付金の額は154億3283万2000円となっており、現在9月中の交付に向け手続きを進めているところであります。県としましては、引き続き医療機関等への支援を行うことで、医療提供体制の確保を図っていきたいと考えております。以上でございます。商工労働部長、嘉数昇君。2、新型コロナ関連についてのご質問のうち、括弧2の後、括弧2の E。県経済の損失と立て直しについてお答えいたします。2の括弧2の後、2の括弧2の E は関連しますので、恐縮ですが、一括してお答えいたします。本県の経済の状況について、県の新型コロナウイルス感染症の影響等にかかる緊急経済対策プロジェクトチームでは、令和2年の需要減少の合計額が対前年比で約6482億円であると推計しております。今後は医療提供や検査体制のさらなる充実と水際対策の強化を図り、経済損失の最小化と段階的な回復を目指す必要があります。まずは回復期の出口戦略として、事業継続と雇用維持のための取り組みを拡充しつつ、国の GoTo キャンペーンの積極的活用、e コマースやテレワークなど、デジタル化の促進、イベントのオンライン開催など、需要喚起とウィズコロナの新しい生活様式に対応したビジネスモデルの促進を図る取り組みを強化してまいります。加えて、成長期の出口戦略として、各産業分野における競争力強化や、デジタルトランスフォーメーションによる付加価値を生む新たな取り組みへの支援等の施策を講じてまいります。引き続き、経済団体等と共同の上、多面的かつ多角的に出口戦略を拡充強化してまいります。次に3、中越湾港新構築東埠頭を活用した実証実験についてのご質問のうち、括弧3の E、物流貨物輸送費補助事業の再開についてお答えいたします。沖縄県では昨年度まで国際物流拠点産業集積地域、旧うるま地区内で製造業を営む企業に対し、創造業支援を目的に立地後、最長8年間、資材調達及び製品出荷にかかる輸送費を補助する企業集積定着促進事業をうるま市と共同で実施しておりました。立地企業の操業安定化や、製品出荷の拡大のためには、輸送コストのみならず、
関連企業の確保、新規の販路開拓等が課題となっていると認識しております。その他も沖縄県としましては、同地区内の企業の意見等を踏まえながら、安定操業のための新たな支援策について積極的に検討してまいります。以上でございます。土木建築部長、上原国貞君。3、高城湾港新構築東埠頭を活用した実証実験についてのご質問のうち、括弧1のあ、京阪航路の実証実験の目的と概要、成果等についてお答えいたします。県では、中城湾港新構築を含む配合圏に立地する企業の活性化を図るため、新構築東埠頭において、平成29年度から令和元年度にかけて、京阪航路の実証実験を行ってまいりました。その結果、令和2年度から、戦車による継続運行が実現しており、今後、当該航路の利活用や東埠頭の港湾機能拡充を図ることで、配合圏企業等の物流コスト低減や生産性向上等につながっていくものと考えております。次に、3の括弧1の E、中城湾港開発推進協議会等と、関係行政機関との連携についてお答えいたします。中城湾港開発推進協議会等は、国・県に対して中城湾港新構築の物流機能の強化・拡充等に向けた要請活動を行っており、県はこれまでに航路の実証実験や上屋の整備等に取り組んでまいりました。また国においては、令和2年度に東埠頭岸壁延伸工事に着手しており、県は配合用地の舗装工事等を行うことで、船舶の大型化に対応することとしております。県としては、国と連携して、引き続き東埠頭の港湾機能の強化拡充に取り組んでいきたいと考えております。次に、3括弧2のあ、モータープールの整備効果についてお答えいたします。県では、中城湾港新構築の港湾特性や配合圏の企業状況を踏まえて、京阪航路の実証実験等と連携した取り組みとして、平成28年度から自動車貨物集積場、モータープールの整備を進めてまいりました。モータープールについては、令和2年10月に供用開始を予定しており、それに先立ち、9月3日に2社の使用者を選定したところであります。今後、当該使用者による自動車貨物の集積の促進により、京阪航路の安定化やさらなる航路拡充が期待されることから、新構築の活性化に寄与するものと考えております。次に、3の括弧2の E。モータープールと京阪航路の関連性等についてお答えいたします。モータープールの整備と京阪航路の定期化については、自動車貨物の集荷と定期航路定着を両輪で取り組むものであり、関連性は高いものと考えております。また、モータープール使用者における自動車貨物の集荷が促進されることで、新構築に進出した自動車関連企業等への支援につながるものと考えております。次に、3の括弧3のあ、定期航路拡充と取扱貨物量の増大についてお答えいたします。中城湾港新構築東埠頭においては、これまで航路の実証実験や上屋モータープールの整備など、定期航路の新規開設に向けた取り組みを行い、取扱貨物量の増大に努めてまいりました。今後のさらなる定期航路拡充と取扱貨物量の増大については、引き続き双方を一体的に取り組む必要があると認識しております。県としては、関係行政機関や
港湾利用者と連携し、ハードとソフトの両面から港湾利用者の増進に、港湾利用の増進につながる事業を実施していきたいと考えております。以上でございます。教育省、金城博正君。4、教育問題についてのご質問の中の括弧1、学習の遅れに対応した取り組みについてお答えします。各学校においては、夏季休業期間の短縮及び行事の制限など、年間計画の見直しを行うことで、授業実数を確保し、学習の遅れが生じることのないよう取り組んできたところです。第2波による臨時休業期間中、各学校においては、ホームページや郵送等により、各教科の学習課題を提示し、学習の継続を図ってまいりました。特に高校3年生は可能な限り登校させる措置を取ったところです。一部の市町村においては、小学校6年生、中学校3年生は同様の措置を取ったと聞いております。また、欠席の多い生徒については、個別に課題を課すなど、学習に遅れが生じないよう取り組んでおります。今後ともコロナ禍にあっても学習の継続を図れるよう支援に努めてまいります。同じく4の括弧に、高校入試の出題範囲の縮小についてお答えします。地域によって臨時休校の期間が異なっておりますが、各学校においては学習の遅れが生じることのないよう取り組んでいるところであります。また、各自治体において必要に応じた高校入試の配慮を講じる旨の国からの通知を踏まえ、公平公正を期するため、各中学校へ学力検査の出題範囲に関する意向調査を行い、出題範囲を縮小することとしました。県教育委員会としましては、今後の感染状況を見据え、引き続き適切な高校入試の実施に努めてまいります。以上でございます。中田博之君。中田博之君、ご答弁ありがとうございました。再質問を行います。安倍政権についてであります。政権の前と後、本県の外国人観光客数の推移を教えてください。文化観光スポーツ部長、戸口和弘君。第二次安倍内閣発足以降の外国人観光客の推移についてということで、発足したのが平成24年、その年が38万人、平成25年が55万人、平成26年が89万人、平成27年が150万人、平成28年が208万人、平成29年が254万人、平成30年290万人、そして令和元年に293万人となっております。中田博之君。この数はですね、24年から令和元年まで、実に7年間で 7.7 倍の外国人の観光客数の伸びであります。で、部長、その本県の観光客1000万人も達成したわけですが、その要因は何と考えていらっしゃいますでしょうか。文化観光スポーツ部長、戸口和弘君。はい、外国人観光客が増加した要因でございますけれども、一つには円安
によって訪日旅行需要が高まったことですとか、あるいは遺骨交付金の制度ができましたことで、事業名で言いますとビッグバン事業によって海外からの誘客のプロモーションが強化されたこと、それから入国ビザの規制緩和もございましたので、そういった効果などが考えられるかなというふうに考えております。中田博君。そのあらゆる事業の中でですね、那覇空港第二滑走路の決定並びにその短期、短縮等を含めてですね、大型クルーズ船の寄港できるような、港湾の設備、そのあらゆる数字ビザの緩和等を含めてですね、このような事業そのものが沖縄県の観光アピールにつながったことは間違いないと考えています。で、その経済の生命線といわれる沖縄観光政策においてですね、これほど大きな実績を上げた内閣は僕はなかったと思います。そのことについて知事、どういうふうな所見であるかお聞かせください。文化観光スポーツ部長、徳地和弘君。はい、先ほど、はい、沖縄観光が増加した要因と申し上げましたけれども、総括的に言いますと、沖縄振興予算、それから各種特例措置の政策の展開によりまして、沖縄が目指します民間主導の自立型経済の構築に向けて、ご支援をいただいたのというふうに認識をしております。中田博樹君。休憩をね、休憩いたします。再開いたします。中田博樹君。知事、沖振興についてお伺いしますが、私たち会派沖縄はですね、去る9月17日上京して各種要請、各省庁との意見交換会をやってまいりました。その中で沖振興に関しましてはですね、大変厳しいというお答えもありました。この沖振興は結果的には知事がしか公表できない大きな仕事であります。もちろん県の担当職員も一生懸命頑張っておりますけれども、このことに関しましては最終的に時の政権と田中知事が膝を交えて直談判して政治交渉をしなければなりません。知事、基地問題はさまざまな意見あるいは見方が等もありますけれども、しかしこと沖縄振興に関しては別問題です。辺野古反対は知事の信念でもあり、基地問題の容認反対にかかわらず、知事は沖縄振興延長に、沖振興延長に向けて、県民を代表して最大の努力をお願いしたいと思います。休憩をお願いします。休憩いたします。答弁はいりません。再開いたします。中田博君。次に鉄軌道についてでありますが、先ほど部長の方からビーバイシーのお話もありましたけれども、このビーバイシー一点を切るということは赤字になるということですよね。この先ほどの 0.71 という数字と今度の報告で1を切ってるという内閣府からの説明とは若干の齟齬があると思うんですが、国と県との考え方の違い、そのビーバイシー等に含めての違いをですね、我々県民にもっと分かりやすく説明をお願いしたいと思います。企画部長、宮城勉君。先ほど内閣府とは前提等が違うということでお答えいたしました。まず交通システムについてなんですが、内閣府は鉄道とトラムトレインを想定しているところ、
県は小型鉄道というところです。でルートについては先ほど申し上げたとおり、内閣府は糸満名護、県にあっては那覇名護というところです。で整備指標について内閣は一般的な整備指標である上下一体方式としておりますけれども、県はどのようにすれば沖縄に鉄軌道が整備できるのかという観点から調査を行ったところ、全国新幹線鉄道整備法、これは上下分離方式でございます。この新幹線方式を導入すれば採算性が十分に向上するという前提で我々の方は検討を進めているというところで、費用便益比、それから事業採算性ともに国と抑えが生じているところでございます。中田博樹君。その内閣府の黒字転換しないという考え方と沖縄県との考え方がこれぐらいの差が出ているわけですが、どういうふうに国を説得、内閣府を説得していくこの心意気をお聞かせください。企画部長宮城勉君。費用便益、県が昨年実施した費用便益比、場合によっては1を超えるというケースがあるということについて、内閣府に対して2月に概略の報告をし、6月末に詳細な説明を行ったところでございます。内閣府からはですね、県調査については前提条件や算定指標について根拠をもって検討されたものと理解、また国においてもこれまで自らの調査について適切な照灯を用いて検討を行ってきたと。で県においては新たな振興計画に向けた議論の中で自ら実施した、つまり県が実施した検討結果に基づいて県としての考えを示していただきたいということでございました。それを踏まえまして、10月末ごろに国が行っている沖縄市、沖縄振興ですね、これの総点検の結果が国が取りまとめ次第、県にあっては制度提言を行うこととしておりますが、その中に鉄軌道についても盛り込んで、今後議論を加速させていきたいというふうに考えているところでございます。中田博君。部長、つかぬことをお伺いしますけれども、鉄軌道とは別に東海岸線沿いの第二高速道路を作った方がいいという、こういったご意見もありますけれども、そのことについての説明もできますでしょうか。休憩いたします。再開いたします。企画部長宮城勉君。検討しました。その構想について、具体的な分析等を行ったことはございません。中田博樹君。次は新型コロナについて、関連について質問いたします。先ほど小城部長から、新型コロナ緊急包括支援交付金総額154億というお話があります。これ内閣府との意見交換勉強会の中でですね、全国47都道府県の中で約半分はもう交付済みですよというお話がありました。で、我々が一番気にしたのはですね、その半分の中に入っていた、つまり交付されてない方に入っていないかどうかが大変心配だったわけですが、部長の答弁の中で154億、これが交付されていますよということでほっとしております。がしかしですね、この交付が実際に現場に行き渡っているかどうかというのが今私たちの大変疑問とするところですが、先ほどの答弁ではまだこう計算の中であって9月10月にということがありましたけど、もう一度詳しく
ちょっとご説明お願いできませんか。保健医療部長、大城玲子さん。はい、この二次補正について、予算措置したものの中に、例えば医療従事者に対する医療金につきましては、先ほど答弁しましたとおり、7月分について、8月末に、8月分について9月末にということではございますが、まだ執行されてない部分もございますので、急ぎ、進めたいと思います。またもう一つ大きなものが、医療機関への空床、医療機関で対応するために空床をしたというところがございまして、その空床の、確保するための支援金ということでございますが、これについては少し時間を送っておりまして、今、実績報告を受けて、支給に向けて手続きを進めているところでございます。中田博之君。まあ、部長はもうもちろん新聞報道等で、あるいは、沖縄県医師会等、医療業界等からあらゆる要請陳情を受けて、ご案内だと思うんですが、今その新型コロナの影響を受けて医療現場でですね、頑張っている方々が本当に経営上大変逼迫しているという、そういった状況があるわけですけれども、そのことについて部長の所見をお伺いしたい。保健医療部長、大城玲子さん。はい、新型コロナに関連しまして、受け入れた病院等についても、もちろん経営等についてはかなり負担がおかけしていることと思います。それ以外の病院についてもですね、例えば受診控えなどによって、経営状況が非常に厳しいという状況も認識しているところでございます。ですので、この支援のメニューにつきましては、県としましては、できるだけ早期に支給ができるように取り組んでまいりたいと思います。中田博之君。この最前線を担っている医療機関の支援はですね、大変、急を要しているし、緊急に対応すべきだというふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。休憩お願いします。休憩いたします。再開いたします。中田博君。中津港湾について、質問させていただきます。先ほど、上原部長、中津湾港新構築推進協議会、これは沖縄市とうるま市が担当でありますが、そこの方の要請で、東埠頭の岸壁がですね、短い。で、今、実証実験の結果、RKK さんが実際運行をしているわけですが、車の出し下ろしで、出入り口が2箇所あるにもかかわらず、岸壁が狭くてですね、短くて、片一方が使えない、こういった要請があったと思うんですが、県と国のお力でもって、この30メートル延伸が出来上がり、その大型化に向けての出入り口の新設工事もできるということでありますので、ぜひこのように、各市町村のですね、生の声を吸い上げて、頑張っていただきたいと、これは要請要望であります。ありがとうございます。